はい、どうも、です。明けましておめでとうございます。今日はですね、1月1日、今は11時20分なんですけども、ちょっとね、実家に帰るようで、今日は一人で車の中から、お伝えしますけども、ちょっともう、僕の心臓の高鳴りが止まらなくてですね、緊急特番ということで、この話題についてやっぱ触れときたいなと思って、もう、車の中ですけど、ちょっとお話しさせていただきます。日本サッカー史上、最高のサッカー選手、小野伸二選手がですね、コンサドーレ札幌に電撃復帰ということで、もうね、最高ですよ。もう僕朝起きて、すぐ携帯を取ってですね、こうまずネットニュースを見るっていうのが僕の習慣なんですけども、1月1日2021年始まって、開始10秒でしたね。2021年開始10秒、もう携帯取ってパッて見て、小野伸二電撃復帰というニュースを見てですね、もう感情が高ぶって涙が出るとかそういうことじゃなくてですね、なんか自然とポロッと涙が出ててですね、その後にすごく鳥肌が立って、小野が来ると皆さんももう今朝びっくりした方多いと思うんですよ。小野選手はいつか戻ってきてくれんじゃないかなって思った方もいると思うんですけど、まさかこのタイミングで来てくれるとは、誰も思ってなかったんじゃないでしょうか。もう本当に、小野選手の加入っていうのは北海道コンサドーレ札幌にとってもうプラスでしかない、もうプラスの要素がたくさん、ある選手なので、今日はですねちょっとそのあたりを、お話していきたいと思います。まず、いろんな要素がですね、もうコンサドーレにとってプラスなんですけども、まずやっぱ選手として、戦力になると、大きな戦力になるというところからお話していきたいと思うんですけども、まあ、小野選手41歳ですけども、やっぱ技術はもう未だ衰えていません。多くの方が、僕もそう思いますけども、日本サッカーの歴史の中で一番サッカーが上手い選手、というふうに評価されていますし、その小野選手がですね、やっぱピッチの中でもたらしてくれるもんってもう計り知れないと思うんですよ。まあそんな中で僕個人が思う小野選手の、コンサドーレに一番還元してくれるであろう戦力な部分はですね、やっぱアイディア力なんですよ。もちろん、トラップの技術、キックの技術もういろんなところが、日本最高ですし、世界的に見てもトップレベルだと思いますけども、コンサドーレ去年の戦い見るとですね、ボール支配率がやっぱり非常に高いんですよね。ボールを握って、こちらから仕掛けていくというスタイルなんで、2列目がどんどん飛び出していったり、3列目の、3列目からも飛び出していったり、もう3人目の動きとか行ったりしますけど、ボールと人が流動するサッカーなんですよね。で、ボールを基本的には握りながら保持しながら相手ゴールに迫っていくというスタイルだと思うんですけど、小野選手がボールに触れる回数っていうのがシンプルに多くなるチームなんですよね。そんな中で、去年、コンサドーレ対策として、ボールを握るチームに対して非常にこう引きながら、ブロックを組んで奪ってカウンターっていうようなチームも非常に多かったと思います。コンサドーレがなかなかコンサドーレのリズムなのになかなか点が取れない。で、取れない中で、カウンターとか、いい時間帯だったのに失点してそのままズルズル行くっていう展開も、去年非常に多かったので、小野選手が入ると何が起こるかというとですね、アイディア力なんですよ。僕が一番小野選手に期待したいところは、そのピッチ内でのアイディア。もう、技術が高すぎるからっていうのもあると思うんですけど、小野選手にしか見えない場所があるんですよ。そこ見えてんのとか、そういうプレーしちゃうのとか、そこでダイレクトループみたいなシーンもあると思うんですけど、小野選手だからこそのプレーっていうのが、たくさんあって、それがボールが小野選手に入ってくる回数が増えることでより多く見られる。で、去年、先ほども言いましたけど、引き気味だったりブロック組んでくる相手に対してなかなか崩しきれなかった、中でやっぱりアイディアがある選手がピッチに入ると、小野選手の、見えてる視点、そしてそこに正確に通すボール、もう相手を思い合ったボールが蹴れることで何が起きるかというとですね、フォワードとか周りの選手の動きが変わるんですよ。小野選手だったらこの動き見てくれてるかなって思うから、いつもだったら動き出さないところに動き出せる、パスの
出し手の幅が広がることで受け手の、動きの質が上がるんですよ。よく、いいミッドフィルダーがいいフォワードを育てて、いいフォワードがいいミッドフィルダーを育てるっていう言葉もあるんですけど、まあ、小野選手みたいなミッドフィルダーがもう視野の広すぎる、正確無比なパスを通せる選手が入ることでフォワードの選手の動き出しが変わるですね。例えば、福森選手がですねボールを持つことで、福森選手がボールを持ったから動き出す選手とか選手の動き出しが変わったりするシーンは去年もたくさん見ましたよね。それがミッドフィルダー、そしてさらに攻撃的な位置もできる小野選手が、その視点を持ってるっていうイメージですかね。動き出しが変わるんですよ。なので新しいアイディアが、ピッチ上でたくさん見られると思いますし、そのことで昨年、なかなか決めきれなかった時間帯でも決められる可能性が出てくると、そういった戦力的な部分からまずお話しました。もうこれだけでもコンサドーレにとってもプラスでしかないんですけど、戦力的な部分だけじゃないんですよね。小野選手が入ることのプラスは、まあ皆さんもう当たり前だと思いますけど、一応全部言わせていただきますね。まず小野選手が入ることで、まあ当たり前ですけど、まあ人気がある、まあ日本のサッカー史上最高の選手と言ってもおかしくない選手なんで、もちろん人気があります。コンサドーレ以外の人にも、やっぱりコンサドーレに興味が出ると思いますし、サポーターも増えるかもしれない。小野選手個人のサポーターもいると思いますし、シンプルにサポーターが増えるかもしれない。グッズ販売、売り上げが上がるかもしれない。コンサドーレの、年間の利益っていうのは小野選手がいるだけで上がると思います。そういった効果もありますし、あとは、小野選手ならではだと思うんですけど、ベテランの選手にやっぱ近づきがたい選手っていうのがやっぱいるわけですよ。だけど小野選手っていうのは基本的にこう緩いというか優しいというか、こう壁を作らないから、後輩がやっぱ小野選手に聞きやすいし絡みやすいんですよね。なのでもう本当に世界でも様々な経験を積んできた選手の目線だったり考え方だったり技術だったり、もうたくさん吸収できる、しやすいですよ。質問もしやすいっていうのは素晴らしいと思いますし、多くのことを、後輩とか周りの選手に還元もできるということで、なんていうんですかね、まあ、戦力にもなるし、クラブの運営的にも最高に助かるし、底上げ一番大事ですけど、後進を育てるという意味でも、プラスですし、もうなんていうんですか、三方よし、もう三方よしどころじゃないんだろうですけど、もっと考えれば四方五方六方もう本当に全部良い、最高の遺跡だと、僕は思ったので、今日はちょっと緊急にですね、まあ、ちょっと興奮冷めやらないですけど、小野選手特集お話しさせていただきました。まあ、もちろんですね、年齢的な部分とか、あとはミシャのサッカーがですね、もう前線からマンツーマンでオールコートプレスっていうのも、取り入れたりしてますので、まあ、もちろん、毎試合90分フル出場お願いしますっていうのは、まあ、現実的には厳しいかもしれないんですけども、まあ、ピッチに出た時、タイミング、まあ、いろんな試合のタイミングがあると思いますけど、まあ、流れが悪い時だったりとか、逆にボールを保持しながら、ゲームしていて均衡がなかなか崩れないなっていう時とか、まあ、ポイントからの出場っていうのももちろんあると思いますし、まあ、いずれにせよ、まあ、ピッチに立てば必ず違いを出してくれる選手だと思いますので、まあ、今の選手たちと必ず融合できると、僕は確信しています。今非常にですね、移籍市場が、賑わっていまして、コンサドーレはなかなかですね、まあ、いい選手取ってますけども、他のチームに比べて、まあ、そんな活発ではない中、この小野選手の移籍の話っていうのはですね、もう決定ですけども、もう本当にサポーターにとってもこれ以上喜ばしいことってなかなかないんじゃないかなっていうぐらい、小野選手もうサポーター一同ですね、小野選手のプレーが見たいと、みんな思ってますので、ま、小野選手がコンサドーレにもたらしてくれることでもたくさんあると確信してますけど、やっぱまずは小野選手自身がやっぱサッカーをもう一度楽しんでもらって、コンサドーレに来てよかったなと心から思っていただけるように、僕らサポーターももう全力で小野選手はじめ、まあ、コンサドーレ今年また1年ですね、応援していきましょう。今日はちょっと緊急特番ということで、小野選手復帰、電撃復帰のニュース、そこからコンサドーレが得られるものは何かというところをお話しました。普段このチャンネルではコンサドーレ札幌中心サッカー動画開始してますので、ご興味あればチャンネル登録よろしくお願いします。今年も1年よろしくお願いします。それではバイバイ。